迅速な行動が世界的な反響を呼んでいる。1月5日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平が自身の公式インスタグラムを更新。元旦の日本列島を襲った巨大地震、令和6年のと半島地震の災害支援のために、球団と共同して100万ドル、約1億4500万円の寄付金を送ると発表した。動画、大谷翔平が日本人初の本類打王に、 悪巻の全44ホームランを一気に見る。個人としては異例とも言える巨額の寄付に大谷の思いは現れる。自身も花巻東校の1年生だった2011年3月11日には東日本大震災も経験していた29歳は、今後も私たちが団結していき被災された方々を支援していきたいと願っています。行方不明者の早期発見と被災地域の復興を心より願っています。 とインスタグラムにメッセージを記している。球界の顔とも言える二刀流スターの振る舞いは、各国メディアでも大きな話題となった。米大手局、NBC は、彼は母国との絆を深めている。昌平大谷は日本で起きた地震被害の支援のために100万ドルの寄付を約束した、と、未曾有の被害を受けた母国の人々をサポートする姿勢に感嘆した。また、韓国紙朝鮮日報、 も今回の積極的な行動に脱帽する。同メディアは5日時点で石川県内において94人の死亡、行方不明者が222人に及んでいる今回の震災での壊滅的なダメージを報道。その上で、大谷とドジャースは復旧のために尽力していると伝え、メジャーリーグはもちろん、日本でも野球という枠を超越したスターとして熱い人気を博している大谷は、 母国で起きた自然災害の被災地復興のために球団と共に立ち上がった、と称賛している。昨年12月にドジャースと10年総額7億ドル、約1015億円、というプロスポーツ史上最高額の大型契約を交わした大谷。文字通り日本から世界的なアスリートとなったわけだが、全くおごることはない。これまでも日本全国の約2万の小学校に3つずつ、 合計6万個のジュニア用グラブを寄贈すると発表するなど様々な社会貢献活動を行ってきた。そうした中で新年早々に起きた未曾有の大災害にもいち早く動いた。彼の見せる行動力にはただただ驚かされるばかりだ。文、構成、ここからネクスト編集部。